やあみんな、本日はこちらのゲームをやっていきたいと思います。以前頭痛というゲームをですね、出してくださったゲーム制作者さんの第2弾ということで、ものすごい評価が高いゲーム制作者さんなので、今回もすごく楽しみにしております。ちなみにゲームの内容っていうのが、配達員が僕ですね。配達員は荷物を届けにマンションへ向かいました。しかし配達先のマンションから出ることができなくなった。配達員はマンションを探索していくと衝撃的な事実を知ることになります。探索系の三人称ホラーゲームです。ということで、めちゃくちゃ楽しみじゃないですか？というわけで、今日も一丁かましていきたいと思います。よろしくお願いします。始める。信号が青になったね、今ね。信号関係あんのか？11時10分。だいぶ遅い時間じゃない？昼なのかな？もうなんだこれ。めちゃめちゃグラフィック綺麗だな。なんだなんだ。今は全く動かすな。配達完了って書いてるな。配達完了、配達完了。はっはっはっは。なんだろう。この辺からもうヒントが出てきそうなんだよね。このゲーム制作者さんのゲームってね。ちょっと変わってんだよね。新しいというか、いろんなところにヒントを落とし込む制作者さんなんでね。再配達依頼を受信。OK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 。再配達ね。配達していけばいいのかな？でも閉じ込められるっていうか、なんか脱出しないといけないっていうことだよね。お、マウスが出てきたね。ん？あ、これか。この時間から再配達か。もう帰ろうとしてたのに。あ、ここ会社なんだね。暗い会社。もうちょっと電気ちょうだい。なんか、これダメだよ。労働基準的にもこの暗さは。あ、出てきたね。やっとゲーム音が出たね。なんか、はぁーっていうゲーム音しか流れてなかったんだよ、さっきから。めちゃめちゃ静かなゲームだな。お。ちゃんとウィンカー出してね。賢い。うんうん。今なんか、なんだなんか弾いてない？遠赤に投げたかなんかしたよね、今。おー、誰？後輩。やっと配達先に着きましたね。あ、この前で喋ったのが後輩か。あは。早く402号室まで荷物を届けて帰りましょう。エスケープキーで設定開く。WSD 移動。持ち物が I。大きくアイテムね。あは。スペースキーはマウス左で調べるアクション。オッケー、オッケー。あはははは。オッケー、オッケー、わかった。じゃあ、なるほど。こういう感じの雰囲気ね。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっとゲーム音ちっちゃいかな。でもずっとね、さーってなってんだよ。まあ、いっか、これで行ってみるか。402号室つってたね。はーい。はてな。4階だよね。なんかもうこの辺から始まりそうなんだけどね。あ、動けんじゃん。おい、後輩。へいへい。楽しいな、仕事。仕事楽しいよな。仕事って楽しいよ。さ、こんな先輩絶対嫌や。はい。これなんか空いてる？あ、こっちか。操作がちょっとやりづらいな。402って書いてますね。これだよね。はい。402、はい。ん？どうしたらいいんだ？ん？ ん？ 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 なんだ？これどうしたらいいんだ？ 402、はい。あー、わかったわかった。荷物か。402号室配達予定の小包。これを使って、あ、OKOKOK。配達でーす。はい。こんな時間なのにありがとうねー。なんだろう。なんか夜のお仕事の方かな。わかんないけど。ちょっとお年を召した感じの喋り方だね、でもね。ん？終わり？あ、オッケー。よし、後輩帰るぞ。俺の仕事っぷり見た？な。俺の仕事っぷり見た？見た？な。よかったやろ。今の感じよかったやろ。愛想も良かったと思わん？なあ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 、どう思う？なあ。これ見習って、お前もこうやって、こういう感じでな。今後仕事していくねんで、わかった？なあ。わかった？わかった？ちょっと気になってんねんけど、ここさ、後輩邪魔や、お前。もう一個のこっちの部屋さ、401ちょっと触れんだよ。
あ、何もできねえわ。あ、何もできなかったわ。帰ろうぜ。走ったりはできないんだね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ帰ろう帰ろう。俺の仕事っぷり見た？な。な、俺の仕事っぷり、な、見た？これ、ちゃんと、報告しといてな。あの先輩、いいっすわ、つって。あの先輩についてったら大丈夫っすわ、つって。言っといてね。ね、ね、言っといてね。あ、これ、おさんとあかんのか。あ、オッケーオッケー。一回。ちょ、言っといてな、マジで。俺、すげえ、あの先輩、憧れっすわ、つって。言ってくれて。なにびっくりした。はあ、びっくりした。なにびっくり、ねえ、びっくりしたね。びっくりしたね、後輩。あ、耳キーンって言ってる。あ、僕の耳がキーンって言ってるわ。エレベーター止まったみたいですね。なんでそんな冷静なん？エレベーター止まったらそんな冷静でいられへんくない？リアルで、マジで、お化けとかよりも怖くないですか？ねえ、後輩、な、聞いてる？な、俺こんなに戸惑ってるのにお前なんでそんな冷静なん？とりあえず助け呼びますか？そうやな、せやな。所長に連絡しましょう。電話で3003にかけると所長につながるはずです。所長？お前、所長に、言うとき、先輩はちゃんとやってましたって言えよ。あの先輩ちょっと頼りにならんすわ。すぐビビるんすよ。とか言うなよ。マジで。え、これどっち使う？あ、これか。3003。これ110番でいいんじゃない？あ、かかった。ほら、警察で行けんじゃん。どうしました？あれ？おい、後輩、警察繋がんねえって、警察に繋がんねえってよ。おい、後輩。ちょ、聞いてる？聞いてねえな、あいつ。わかった、3003ね。冷めてんな、あいつ、多分。バカにしてんだろ、お前、多分、そんな顔して。ん？どうした？所長。エレベーターに閉じ込められた。配達先のマンションで。ちょっと待っててな。そのマンションの管理人さんに連絡してくる。お、ナイス。投げ。管理人さんが確認しに行ってくれるって言ってたから、しばらくしたら動くんじゃないか。また何かあったら連絡ちょうだい。じゃあね。だ軽いな。軽いけど、まあまあ。まあ、できる所長だな。うん。うわ、びっくりした。びっくりした。怖い。お前、前行け。お前。お前、なんか、めっちゃ上行ってる。怖い。後輩で、聞いてる？な。お前、なんでそんな冷静だ。おー、止まった。おー、ちょ、待って。後輩、お前が行け、お前が先行け。ほら。いや、俺はちゃんと見といたるから、後ろ。わかってる。俺が後ろちゃんと見といたるから、お前先行けよ。な。なんで。いや、こいつ、微動だにしねえ。なんてメンタルしてやがんだ。後輩。え、俺行くで、じゃあ。ええんか。お前、俺が出て行った瞬間にお前閉じ込められるかもしれへんねんで。いいんか。俺が行ってもええんか。な、行きたくなってきたやろ、後輩。行きたくなってきたやろって。もう行くわ。分かった。もう行くで。この先に進むんですか？だって行かな、行けねへんもん。エレベーターが動くかもしれないので自分はここで待ってます。なんで？お前も来て。なあ、お前も一緒に行こうや。なんで一緒に行かへんの？なんでなん？で、俺、異様に足長ない。見て、後輩ちょ。足めっちゃ長ない、俺。な。俺、めっちゃイケてる先輩ちゃう？な、聞いてる？だから一緒に来いって。行くわ。待っとけよ、ちゃんと。な、こういう画面の出方ね。あ、びっくりした。なんかあるな。なんだ？ 801 号室、管理人の部屋。ん？ 8 階は管理人の部屋なのか。あ、なるほど。玄関の横の壁が壊れていて中の様子を確認できる。はいはい。え？なんで確認するん？え、壁が壊れて、え？いいの？見ていいの？ちょっと管理人さんすいません、中見ますね。え、いいんかな？え？インターホン鳴らそうか。せやな、インターホン鳴らそう。反応がない。これは見ろってことやな。見るよ。ちょっと待って。ちょっともう一回見させて。もう一回だけ。なんで管理人さん？あ、でもさっき管理人さん電話に出てたって言ってたよね、所長が。で、見に行くから待っといてっていう話だったよね。え？じゃあ違う？
管理人、え、やば、管理人さんがやばい人ってこと？管理人さんがやばいやつで、誰かをこさらってきて、え、やば、え、やばない？え、え、ちょ、怖い。お前ちょ、こっち来いって。お前ほんまに。ちょっとお前も見ろって。お前も。な。なって。お前も見ろって。こっち、ほら。なんか鳴ってんねんって。なんか変なこと鳴ってんねんって。この部屋。お前ちょ、もう、じゃあ行くけど、お前見とけよ。ここ。俺ちょ、先進むけど、ここ見とけよ。わだ。行くで、じゃあ俺。お前怖い思いしても俺、帰ってこへんからな。ええねんな。行くで。ほんまに行くで。ほんまに出んねんな。ひつこい。ひつこい先輩。竹進む。あ、ちょっと待って。これまだあるんかな？まだあるね。フェイスソング。なんだこれ。22時35分。10時35分。もう過ぎてるね。なんだろう、フェイスソングって。ここも開かない？ここも開かないね。ああ、なるほど。ここは入れる。なんだここ、暗。ああ、なに？あ？秒針の音がするね、時計。え、ここ行きたくねえな。なんか、横からなんか出てきそう。なんだこの部屋。あ？これ信号よね。なんだこの部屋。壊れた信号機が吊るされてある。なんやろ、前衛的な、前衛アート的な、そんな感じ。ていうか、これ持ってきたらあかんよね。多分持ってきたらあかんやつ持ってきて、ん？え、これ信号？あ、一緒だよね。え、何この部屋？え、怖っ。え？これ何？古いアルバム。なんか男の子が二人いますね。この子なんかちょっと白が、光か、これ。ん？なんだろう。兄弟らしき二人が映っている。なんだろうね。なんかここヒントありそう。この画面の切り替わりめっちゃ怖いんだけど。あ、これ一緒か。ちょっと操作にまだ慣れないな。これなんか追われるとかあったらもうちょっとめっちゃ怖いんだけど。なんかあるね。焼きそば。なんで？それしかも勝手に取っていいん？ここの人のやろ、多分。知らんけど。ここが何かもわからんけど。このコンクリ打ちっぱなしの、ちょっとなんか洒落た感じの、なんかいい人が、いいお金持ちが住んでそうな感じの家だけど。焼きそば食べんだね、そんな人も。え？何なんだこれ。焼きそばって何よ、これ踏んで。本当に。ん？なんだ？わかんねえな。この辺、ハテナ出るな。これ一緒か。ああ、一緒だな。ドアあるね。まあ、行くしかないか。ここは、ちょっと待って。ここ気になるね。部屋だね。ん？ここの扉っていうかさ、外れてない？これ扉だよね、これ。これ。しかも汚ねえな。なんだ？なんか調べれるな。最近下の階が驚くほどうるさい。管理人さんに苦情を言ったが、改装工事だから仕方ないという。日が経つにつれて騒音がひどくなっているので、また苦情を言ったが我慢しろと軽くあしらわれた。廊下で偶然管理人さんと会った。挨拶がてら騒音のことを話すと逆に怒られてしまった。なんで？あ、ちょっとしつこく言いすぎたかな。何回も言うなと。もうしゃあないやろうって工事中なんやからね。それ以来管理人さんを見かけても挨拶知らせてなくなった。噛みすぎ。それ以来管理人さんを見かけても挨拶すらしなくなった。居心地が非常に悪い。あー、なるほどね。ここの下の階がなんか工事中とかなんかそういうことか。あー、しゃあねえよね。兄が意識不明で入院した。急に道路へ飛び出して車で轢かれたらしい。道路に飛び出したという証拠もあり、運転手も対応しきれなかったのだろう。はあ。兄弟で住んでるんだね、じゃあここは。さっきさ、なんか、男の子二人の写真あったじゃん。それかな？その兄弟かな？
なぜ急に道路に飛び出したのか、用心深い兄のことなので違和感があって気になる。本の裏に何か挟まっている。フィルム、フィルム、なんだフィルム。裏に A と書いてある。はー、まあ今はまだわかんない感じか。なんか延長、ん、なんか今なんかあったな、ん、なんかあるよね。あー一緒か、一緒だな。オッケーオッケー。じゃあここはもう関係なさそうだね。フィルムを使う場所があるんだね。じゃあ、なんだこの部屋。床下に進むことができそう。しかし暗いのでやめた。これ何？洗面台だよね。あー、これ一緒か。これ右側絶対行きたくないんやけど、これ。家が見えんわ、電気で。なんだろうなぁ。とにかくアイテム集めていって脱出する系だよね、これ。後輩あいつな、どこ行ったんや。これ行けないのか？もうなんか隙間空いてんだけど。いけない？ここはいけないのか。オッケー。じゃあこっちしかないね。はい。なんだここ暗ー。なんか見えた。パイプが並んでいる。何かが取り外されたとかある。これだよね。バルブこっちついてるけど、こっちついてないもんね。ほほほほ。なるほど。どっかにあるってことか。なんかこういうホラーゲームってさ、よくあるけど、この、謎にアイテムいろんなとこに散らばってるやん。よくわからんよね。何ここ？これ何？お風呂場？何ここ？すごいね。ここ五右衛門風呂あって、ここに季節の木を、まあ言うたら桜とか植えて、桜を見ながらお風呂も入れて、みたいな感じ？すごいね。で、この木なんか、あかんもん吊るされてるけど。ん？なんかロープ取れたわ。何？そのロープ多分入手したあかんやつちゃう？水が溜まっている。浴槽の線は抜かれてあるが排水ができていない。何？もう、ちょっと洒落てんのかと思ったら、ただの汚れが溜まってるお風呂なんだね。木が植えてある。はぁ、わかった。まあでもそれも結局あんまり今はいらない感じか。これもこっちか。はい。なんだこの部屋。さっきのお風呂といい、なんかちょっと日本和をイメージしてるっぽいね。あ？なんだこれ。映写機だよね、あれね。兄が事故に遭う前の映像が監視カメラに残っていた。そこには事故の直前に歩道で兄が誰かと揉めている様子が映っていた。ああ。いや、なんかさっき、その急に飛び出していったみたいなことやったから、まあ僕のイメージとしては誰かから逃げていたのか、まあその幽霊的なもんとかもあるじゃん。なんかびっくりしてとかさ、そういうことかなと思ったんだけど、もしかしたら誰かに押されて道路に飛び出した可能性があるってことだよね。これか。え？これどこが歩道かはわからんけど、これ車だよね。これお兄さんなのかな？わかんないな。しばらくした後、兄が急に道路へ飛び出していた。おそらくその直後に事故に遭ったのだろう。兄と揉めていた誰かが全力速、全速力かな多分これ。ブン。制作者さん、これ多分全速力だと思います。で、逃げていった。こいつは誰なんだ？リビングの鍵。801リビング。あー。ちょっとさ、もう一回見ていい？これなんか意味あんのかな？なんかこういうゲームってさ、こういう数字なんか関係あったりすんじゃん。727。122523。いや、わかんねえな。覚えらんねえ。まあいいや。この囲炉裏見れるね。良い囲炉裏だ。なんだそれ。で、フィルムさっき手に入れたかな。これに使うんだろうね、多分。なんか僕囲炉裏アイテム持ってんな。なんだこれ。010204。残念。まあ多分、
他にアイテムを持ってこなきゃダメなんだろうな。多分これだけじゃないってことか。他は何もないよ。この本棚も見れない。ちょっと待ってね。他も見たい。ちょっと待ってって言ってんじゃん。こっちは何もな、まあ何もねえか。はい。出てきた。え、出てきてないな。また違うとこだな、これ。これなんだ?また壊れてるな。壁紙が剥がれている。暗くて先に進めそうにない。ああ、さっきも暗い場所歩いてたから、ライト的なんがあんのかな?8階の地図。ああ、なるほど。これエレベーターか。こっから歩いてきてぐるってまでこっから入ったもんね。で、信号機みたいなのがあったんだよね。ってことは、この端からこっちに入っていったのか。え、この兄弟の部屋、こっち管理人の部屋だよね。え、まあ、めっちゃでかいね、管理人の部屋。どうでもいいけど。今僕、管理人の部屋の方に行ってるよね。え、ここにさ、さっき、何?座らされてた人いたよね。え?ちょっと待てよ、どういうことや?どっちや?どっちが問題や、これ。兄弟の弟が兄を、追い込んだ人を探している、だよね。で、ここぶっ壊れてて、管理人とも揉めてた。ここを壊したのはどっちなんやろ?管理人の方なんかな?管理人の方が、もうあいつらムカつくわ、つって。ああ、でも管理人だったら鍵とか持ってるか。わざわざ壁ぶっ壊さんか。じゃあここに閉じ込められてるのもしかして管理人さん?でもさっき連絡つながったって言ってたもんね。なになに?怖い怖い怖い。ちょっとずつ怖くなってきたね。壁に絵が描けられてる。木の下に喋る。この手の絵、下手くそすぎませんか?これ、小学校の道徳の教科書の絵みたいになってますね。あ、みんなの時は知らんけど、僕らの時代はこんなんでしたよ。エレベーターが止まった時の対処法。あ、いいのあるやん。屋上へ行く。配電盤を開ける。ヒューズを取り替える。ヒューズは7階のヒューズボックスのものを使うね。あー、7階。その7階に行けないんですけど。え ?7 階に行けない。え無茶言うなぁ。まあ、進むしかないね。鍵がかかっている。はは?これ以上行くことはできないのか。なるほど。どこに行けばいいんだろう。ああ、そうか。一番最初のとこまだ進んでないね。はは、なるほど。じゃあ僕は今何が持ってんだ?焼きそばとロープとリビングの鍵持ってんじゃん。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ここ入って、あれ?入って、で、今僕アイテム見てて思ったんだけど、これさ、焼きそば食えんじゃね?ほら!移動速度アップ!シフトまたマウスを右で、マウス右で走ることができる。おー、走れる。おー、ナイスナイスナイス。走れるようになりました。全然嬉しくない。何にも謎は解けてないけど、とにかく走れるようになりました。走らないといけないようなことが何かあるのか、じゃあ。追われるものがある？誰かに追われる？まあ、とりあえず鍵開けよう。なんか一個ずつちゃんと見ていこうね。このゲーム絶対。てか、このゲーム制作者さんなんか、変なヒント多いんだよ。前回の頭痛の時もそうなんだけど、みんなちょっとわかんないよね。僕はね、個人的にやってたからわかるんだ。ライト入手ナイス!ライトを手に入れた。調べていった結果、兄と揉めていた人物がわかった。そいつは兄の事故の後、気を病んでしまったようで、今は病院で入院していて会うことができなかった。今度会うことにする。なるほど。お兄さんと揉めていた人の前でお兄さんが事故って、その揉めてた人が気を病んで病院で入院していたと。後日病院へ行ってみたが奴はいなかった。私が探し回ってることを知って逃げたのか。今日兄が息を引き立った。あ、え?必ず探してある。死肉。死肉って何?
お兄さん死んじゃったのか。なるほど。トラフィックライト、これ全然わからんもんな。これはヒントがないとわからんわ。え、この牛乳の白とか青とか、あの台所の赤とか、その横の緑とか、なんか意味あるの？それから拾ってこなあかんとかある？それはちょっと無茶よ。ここも部屋あるな。鍵がかかっている。あはーん。コントロールがめっちゃむずい。あ、なんかある。いろりの手入れ。いろりの手入れってなんだ？あ、これか。ギャバのすすめ。人に優しくする生き方。これ読めない。ちょっと字がちっちゃくて読めねえな。習ってよかった、五右衛門風呂。だから五右衛門風呂あんのか。よっぽど五右衛門風呂好きなんだね。信号機の図鑑もあるわ。え、ここ管理人さんの部屋やったよね。信号機のあれって管理人さんがやってたの？っていうかさっきのメモもさ、これ管理人さんの部屋のになんで弟のメモがあるん？なんか怪しいよね。気づかれずに敵の背後へ忍び寄る方法。その本いる？これ需要あるん？めちゃめちゃやべえやつだよ、これ持ってるやつ。これ管理人がやばいって話ない？え？え、ちょっと待って。あ、選べるわ。人に優しくする生き方。密室に閉じ込められた時の対処。これめっちゃ気になるけど、個人的にこの買ってよかった五右衛門村が見たいんだけど。これ見ていい？はい。なかなか面白かった。面白かったんだね。え？あ、みんなごめん、やっちまった。うわ。うわ、これ、一回しか読まれへん。うわ、ごめん、みんな、やっちまった。いらんことしちゃった。絶対脱出とかだよね。うわ、しくじった。ごめん、みんな、ちょっとまた、やらなきゃいけないかもしんないな。これはさっきの死肉じゃない？何のこれ。どうやんの？これか。あ、こうか。うわぁ、しくったなぁ。バルブを入手した。ありがとう。え、このレンチみたいなの取れないの？取れないね。何このトイレ踏んで。ドアは？ドア。玄関入ってきてドアのないトイレがあるって、やばない。で、これ何？これ。これ自体何？もうわかんない。何この家。本は一回しか読まれへんし。謎すぎるやろ。え、今アイテム僕何持ってるの？ほんで。バルブ、ロープ、ライト。あ、ライトあるね。バルブもあるから、ちょっとこの鍵怖すぎんだけど。ここ暗かったよね。お、来た。これはだからマンションの裏側ってことか。あ、びっくりした！びっくりした！と思ったけど、なんかあれだわ。なんか、さっきのフェイスソングっていうやつの顔だわ。なんだこれ。スコップ？なんで？いや、スコップはありがたいんだけど、スコップよりさっき気になるもんいっぱいあるやろ。これ。なんだ？めちゃくちゃびっくりしたけど、今。ずっと気持ち悪い、あいつ。わー、僕顔なかったわ。僕の方が怖かったわ。あいつまだ顔あるだけマシやわ。ってことは、待って、僕走れるんだったわ。忘れてたわ。とりあえず、じゃあ、スコップで木の下を掘るって書いてあったね。こうか。あ、そうか、アイテム使わなきゃダメか。スコップで、お、いけた。フィルム、オッケー。フィルムを入手した。じゃあ、そのフィルムを持っていきたいね。この画面の変わり方気持ち悪いからなんか意味あるんかもしれんな。急に人が出てくる的な。全然わからんぞ。1、2、4、5。でも2枚入ってるな。いまいちわかんねえな。
まあ、とりあえずじゃあバルブ行こうか。これか。何か、ああそうか、アイテム、このアイテム使うの忘れてしまうわ。閉めた？開いた？ん？なんだ？水で関係するのってここだけだよね。あ、水がない。これだ。ナイスナイスナイス。え、でも何も出ねえ。フィルム、オッケー。オッケー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 。めちゃめちゃ順調。何これ。めっちゃ楽しいんだけど。こんだけ順調やとさ、ちょっと僕自分が頭いいような気分になるね。これ、楽で、楽とかありがたいね。ただ操作がめっちゃ難しい。アイテムね。もう使うの忘れる。あ、そういうことか。なるほど。黄色、赤、黄色、青、青。オッケー。黄色、赤、黄色、青、青。あの、さっきのやつだ。あー、なるほど。黄色、赤、黄色、青、青。ちょっと待ってね。この走り、走り慣れとかなあかんかもしれんから、ちょっと走る癖つけとこう。え、違う。画面で間違えちゃうな。ここだったよね。これ。黄色、赤、黄色、青、青。青青敵を。おお、何、びっくりした。もうやめて。なんか割れたな。今のどこで割れた？あ、開いた？もしかして。いや、開いてない。玄関が割れた？もしかして。いや、便器も壊れてない。なんだ？何かが割れた様子はないな。さっきのあの、これが壊れてるわけじゃないよね。これめっちゃ怖いんだけど、この顔。なんなんあいつ。腹立つわ。ここ、さっき来たよね。シャベルで取るってやつだったよね。取った。これ何だっけ？あー、対処法か。7回行けってやつか。まあ、戻ってみるか。ちょっとわかんねえな。うん、合ってるよね。あ！これ、組み替えあるかな？ 1,2,3,4,5。いや、そんなでも、1,2,3,4。5種類の数字のやつってあった？なんか何個か数字系のやつ出てきたけど、これ下行けたよね。ここ気になるんやけどなぁ。これ絶対行けねえんだよなぁ。ん？何が壊れたんやろ。あ、そうか。電気持ってるから行けんのか。気持ち悪い。あー、そうか。工事中って言ってたよね。ここがうるさいって言ってたんだ。あー、なるほど。ちょっといろいろ見てみようか。見てみないとわかんないよね。こっち行けるね、先に。ちょっと待って。先に見える範囲だけ行きたいね。こっちはいけないっぽい。はあ、ははあ、なんだ。ビデオデッキ。ビデオデッキ ?VHS の。なんで？古いのがこんな工事現場にあるんだね。なんでだろう。工事現場にビデオできても全く意味わからんな。あ、これエレベーターだ。あー、だから7階がもう丸々工事中なんだね。あ、そういうことか。あははは。やっと分かってきた。さっきのあの、兄弟の部屋のイメージで見たらわかるよね。で、これこっちに繋がってるのね。あ、オッケーオッケーオッケー。やっとマップ把握できた。で、ここはドアあるけど、まだ、何もできてないよと。なるほど、なるほど。お前、ちょっとびっくりしたやろ。お前、そういえば思い出すの、この動きあって。後輩どこ行ったん？あいつ大丈夫やろか？あいつ何してんやろ？あいつずっと待ってんのかな、エレベーター。え？まさかこれ、後輩がやってるとかないよね。いや、ないないない、ない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 、それはないわ。え？びっ
くりしたお前。いやお前がびっくりしたっていうか音でびっくりしたわ。なんなん、ちょっとお前も腹立つからサムネにしたるからな。ちょっと待てよ、いいサムネにしてやるからな。絶対にお前絶対サムネにするからな。ヒューズを入手した。あ、ヒューズって書いてたよね。屋上に行ってたのこの言ってたよね。お前ちょっとどけや。なんやねん。なんでおらへんになってんねん、こっちはこっちで。え？こっちもいない？これ7階から行かれへんの？行かれへんわな。ヒューズ飛んでんねんもんな。なんなん？あの、なんちゃら、フェイスソング？なんなん？ライトの充電が切れた。あ、おっと、ライトがなくなった。あー、これもう使えないんだ。なるほど。そういえばロープ、あ、ここで警察じゃない？なんかやべえもんだって、管理人室で捕まってる人いるしさ。警察です。どうしました？これノイズ音って何？あ、変わってきた、変わってきた。ナイス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 。警察、警察です。いたずら電話やめてください。いたずらじゃないんだけど。あ、切れちゃった。いたずらじゃないんですけど。何？あ、ほんでこの半まで割ったんか、この壁。いやいや、なるほどな。とりあえず戻ってみるしかないか。変わってないよね、なんも。なんもないな。行く場所がなくなってまった。あ、あ、信号機が落ちてる。天井が壊れて構造がむき出しになっている。あ、天井から落ちたんか、これ。ロープを引っ掛ければ上に登れそうな。あ、ここでロープね。え？これさっき見た子供の写真だよね。だからこの兄弟なんだろうね。これだからロープ使えばいいのか。ロープ。で？このハテナ出てる状態でか。はい。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗なんだけど、この星見て、みんな。何これ？アンドロメダ星雲かな？アンドロメダ星雲的なやつかな？めちゃめちゃ、行きません行きません。ちょ、僕も一生ここにいます。もうエレベーター動くまで僕ずっとここにいます。ここがいいです。僕あの星が綺麗なゲーム大好きです。星と海と山が綺麗なゲームが大好きです。うお、めっちゃ綺麗。なにこれ、絶対なんちゃら星雲やん。あの霧がかった、霞がかった星の部分。なに、なにこのゲーム。これホラーやったよね。なんなんこれ。ハイネマンがある。あ、これがヒューズか。オッケーオッケー。ヒューズこれだな。もういけた。あ、もうハテナ出なくなったからもういけたんだろうね。さっきこっちなんか部屋あったぞ。これか。なんか書いてる。369って書いてる。え、ちょっと待って、メモるわ。絶対怪しい。369。なんだこれ、何の数字だ。なんかあったっけ、369とか。暗くて済む。あ、そうか、ライトがないのか。ちょっと待てよ。これちょっと何週かしないエンディング見れへんな。そのパターンやな、これ。あー、そういうことか。だから、アイテムを保持した状態で来てたら、ここ、入れるんだ。ライト持って。ちょっと待て。ライトどこで切れた？7階に降りてヒューズ取りに行くときに、懐中ネットを使って上上がってきたら切れたんだよね。だからヒューズを取らずに上に来ればいいのか。信号ってなんで落ちたんだっけ。あ、番号か。あの色のパソコンのやつだよね。色の識別の赤、黄色、あ、黄色、赤、黄色、青、青かなんかのやつやってバリーンって割れたんだよね。だからその状態で地下降りずにこっちに来てたらこの部屋入れたんか。え、ちょっといいねいいね。こういう謎解き面白いね。で、僕何したっけ？あ、ヒューズ直したかな？とりあえず後輩んとこ行こっか。後輩待たしっぱなしだね。
あいつと生きてんのかな。いや、怖い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 、近づいてくるな、お前、その言ったり言ったり。あ、先輩、エレベーター直ったみたいです。マジ？ちょ、お前それ俺の仕事やから、わってる？俺がやったからね。俺が直したんやで。ほんと、あの、こっちの部屋にめっちゃでっかい信号機あってんけど、見に行く？な、ちょ、行こう、一緒に来てくれんの？行こうぜ行こうぜ。あれ？ちょ、お前こっそりそこにいんなって、怖いから。え、ちょ、ついておいてって、マジで。え、ついてきそうだね、これ。どうも後輩、これだよね、さっきから見えてたフェイスソングね。なんなんだろうこれ。お前そこまでしか来れへんの、もしかして。え、僕もう怖いっす、そっち側行きたくないっすみたいな感じ。ちょ、ビビんなって、俺がいるから大丈夫やって。ついてこいって、この頼れる先輩に任しとけって。なあ、ここもう一回見とく？なあ、お前も一緒に見ろって。ほら、何これ。この部屋絶対行かなあかんやん。え、この部屋見といて、これ警察やって。絶対警察、絶対警察やわ。これ絶対やばいもん。いや、どうしましたじゃないの。もう絶対あかんやん、こんなん。もう帰ろうぜ。お前こっちはついてくんねんな。肩で風切るタイプの歩き方のやつね。嫌い、お前そういうの嫌いな。お前あかんぞ、仕事中にそういうな、なんかあの肩で風切ったりするのは。あの、ちゃんとこうね、背筋伸ばして、ほら見てみ、こう身長高く見えるやろ、こうやってな、こうキリッとした感じで歩いていかない。あ、エレベーターね、ごめん忘れた、一回ね。もう、あ、動かれへんくなりましたけど、ちょっとあの、もうちょっと後輩に話したいことがあるんです。お、着信だ、なんだ、お母さん。なんで、お母さんだけど最近調子はどう？めっちゃ元気だよ。ご飯ちゃんと食べてる？バチバチ食べてる。あの、さっき焼きそば食べた。睡眠はしっかりとってる？わかんない、多分とってる。病院はちゃんと行ってる？え？どういうことやろ。いや、さっきね、僕ちょっと嫌な予感してたんよ。お兄さんと揉めてた人ってやつね。気に病んでて病院に入院してたらしいんよね。で、その弟が来たら退院っていうか逃げ出してたらしいんよ。こいつなんじゃない？揉めてたっていう人間って。ずっと4階から動かないんだけど、めっちゃ怖いよ。こいつがずっと、あ、違う、こいつが揉めてた人で、で、弟にはめられてんじゃない？これ、今この状況。弟か管理人かは分からんけど、どっちかに。でも管理人がそんなことするわけないか。だからやっぱ弟か。弟にはめられてんじゃない？え、怖っ。あんたが後輩くんの幻覚が見、え？どういうこと？え？どういうこと？怖い怖い。ちょっと待って。どういうこと？あんたが後輩くんの幻覚が見えたり、声が聞こえたりするっていうから、心配でって、めっちゃ鳥肌立ったんですけど、今みんなに見てほしいぐらい。もう、本物の鳥に負けないぐらい鳥肌が立ってるんですけど。え？待って、僕後輩にめっちゃ自慢してたけど、後輩入れないってこと？これ。何度も言ったけど、バイト先の後輩くんが車で轢かれて亡くなったのはあんたのせい。このバイト先の後輩くんっていうのが、さっきの兄弟のお兄ちゃんってことか。で、俺が揉めてた方？ちょっと待って、怖い。おかん、お前今なんでそんなことで、あ、後輩がいなくなっちゃった。おかん、今それ言うとこちゃうやろ。あ、びっくりした。もう、いいね、腹立つ。腹立つ、今のめっちゃ腹立つんやけど。おい、ちょ、後輩、お前、ちょ、聞いてくれや。もうおらんのかよ、お前。ちょ、めっちゃビビったんやけど。何今の。ちょ、降りんの嫌なんだけど、もう、なんか怖すぎんだけど。何？え？ってことは、こいつが、だから、兄ちゃんと揉めてたやつで、で、バイト先のさっきから後輩って言ってんのは、そのお兄ちゃんの幻覚？え、もうわかん、え、戻れるけど。あ、でも入れないわ。戻れるけど入れはしない。なんなん？めっちゃ怖いんだけど。なに？エンディング1。
なんなん今の。誰？あ、今のが弟もしかして。お、びっくりした。なにこいつ。え？みんな急にごめんね。今2周目やってたのよ。そしたらいきなり、今ここね、入ろうとしたの。そしたらいきなり今みたいな、はーって、ハローみたいなやつが出てきたの。びっくりした、今普通に。全然収録のモードで撮ってなかったからめっちゃびっくりした。4階には親戚のおじが住んでいて、子供の頃はよく遊んでもらった。4階ってさっき荷物持ってたとこだよね。先日兄と揉めていた人を探していることをおじに話した。するとおじもその人を探すためにいろいろ協力してくれることになった。おじも兄と事故前に揉めていた人に対して不信感を持っているようだ。だからさ、僕なわけじゃん、揉めてる人間は。で、あの後輩はいないわけでしょ。で、4階に持ってった荷物のおじさんっていうのが、変な時間に持ってったじゃん。あのおじさんが、その荷物持ってた先の人がおじさんの家なんじゃない？で、僕はめられてんじゃない？ってことは結局おじさんにはめられてるってことか。ん？なんかあったメモが。さっきあの色味のあった部屋に新しいメモが出ましたね。管理人。最近小さなことにイライラすることが多すぎる。この間も時間通りに来なかった配達員に電話越しで怒ってしまった。なんだろう。だから後輩も配達員だもんね。後輩のことなのかな。いや、これ関係ねえか。ああ、これでも、もうまだ僕ヒント何も見てない状態なんだけど、いけんのかな？黄色、赤、黄色、青、青だったよね。これでいけんのかな？あ、いけたわ。なるほどね。いけんだね。オッケーオッケーオッケー。で、ここで懐中電灯拾うじゃん。で、さっき言ってた、屋上のあの部屋行ってみよっか。ここだが開けれないんでしょ？で、あ、ここの本ね、問題はね。この本。さっき一回しか見れなかったから。どれだと思うみんな。僕さっき何見たっけ？人に違うな。密室に閉じ込められた時の対処法じゃない。五右衛門風呂見たんだ。なかなかいい本だったって言ってたね。絶対これではないと思う。信号機の図鑑はちょっと気になるけど、これで行ってみようかな。はい。かなり引き込まれる。なんやね。なんもないんかい。で、ここの鍵さ、3桁じゃん。で、さっき429だったのよ。でさ、屋上のあの部屋に369ってさっきあったでしょ。あれちょっと一回試してみていい ?369。なんか怪しくない？鍵だ。来た。来た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 。ここの鍵じゃない？ここの部屋ってさ、閉じ込められてる部屋でしょ。これ来たんじゃない？来た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 。まだ息があるみたいだ。助け呼べばなんとかなるかもしれない。よしよしよし。ちょ、お前部屋の鍵閉めとけって怖いから。これで110番じゃない？警察、頼む。あ、おう、よし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 。警察エンド？オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これ、こう置いていっていいんか？置いていっていいのか？これ管理人なんやろか？っていうか、この部屋何？そもそも。怖っ。なんでもともとこんな部屋がある？ここで、ロープだ。引っ掛ければだよね。結構いろいろ動いてきてんじゃない？話が。星綺麗！へへへへい！星がむちゃくちゃ綺麗だね。やっぱり相変わらず。素敵だね。ほら、明かり持ってる持ってる。明るいもんね、自分の周り。この369のおかげでいけたわ。ありがとう、ありがとう。ここだから入れるよね。え？ビデオテープ、ビデオテープだ。え、ビデオってどこやったっけ？これヒューズとかだが持ってないから入れれないでしょ。そうか。ヒューズあったね、ビデオ。オッケーオッケーオッケー。え、めっちゃ進んでない？これ。僕めっちゃ冴えてるわ、今日。どうしよう。ビデオデッキがある。オッケーオッケーオッケー。で、防犯カメラ見るんだね。1年前。あー、配達員だ。
動ける、これ僕動けるんやけど。え、急に引かれたりせえへんよね。え、おい後輩、うっすうっす。え、ちょっと他も見とこうよ。絶対なんかある。あ、ダメだ。そっちはどうだ。バッチリです。すべて配達しました。ナイス。オッケー、じゃあ昼休みするか。仲いいじゃんね。配達先からのような。もしもし？おい、いつも、あ、これが管理人か。おい、いつまで待たせるんだ。今日来るはずの荷物が届いていないぞ。うわぁ、配達し忘れていたか。これ僕が出てるのか？申し訳ございません。すぐに配達いたします。タグ。配達忘れですか？みたいだな。お前なんか配達し忘れてないか？荷物確認するわ。何？これで揉めたんかな？ほら、この荷物お前じゃんか。このミス何回目だよ。すいません。とりあえずこれ配達してこい。はぁ。早く行けっていうのと違うのがある。こっち選びたいけど選べない。早く行けしか選べない。これ絶対なんかあるんだ、じゃあ。ここを引き出すための、あ、わかったみんな、あの本だ。本に人に優しくする方法みたいなのあったじゃん。あれにこの文章あるんじゃない、こ言葉が。うわー、面白いこのゲーム。とりあえず早く行けするわ、じゃあ。もたもたすんな。早く行け。俺の昼休みもなくなるだろうが。5分で配達してこい。はーい。で、事故ると。なるほどね。俺じゃねえかってなってんだね、今。あの時あんな言い方しなければこんなことには。え、これでもう後輩いなかってるわけじゃん、エレベーターのところに。この状態で戻ったらどうなる？まだヒューズ入れてないからエレベーターも復活してない。の状態で、あ、しかも僕ヒューズ取ってきてないよね。これでもまだ後輩はいてんのか？これでまだ後輩の幻覚が見えてたらだいぶやばいよね。はぁ、いる。大丈夫か？俺大丈夫なのか？どうもすみませんでした。どうもすみませんでした。謝っとけ、お前。ちゃんと。まあ、謝って許されることちゃうけど。まあ、お前だけが悪いわけではないんだけどね。もう一回見とこうか。もうちょっと待っててください。すぐに助けに来ますんで。とりあえず、じゃあエレベーター動かすしかないのか。なるほどね。OK。じゃあちょっとヒューズ取ってきまーす。よっしゃ、帰るか、後輩。治ったね、エレベーター。え、これどうなった？管理人さん。あれ、戻られへん。これまだ、助けに来てないよね、多分ね。ちょっと待っててください。これ外したってあげたらよかったのに、なんでこんな状態で置いてけぼりにしたんやろ。まあ、ええけど。この後輩はもういないんだよね。なんでお前、堂々と一緒におれんの？おらんって言ってんやん。おじさんとこ一回行ってみる？うわ、これはこれで新しいエンディング出そうやな。ちょっと待って、一回、とりあえず、一回行ってみよう。え、どういうこと？一回とりあえず一回行ってみようって何？あ、これお母さんだよね。え、これさ、警察が来るエンドある？そろそろおべーって脅かしあるよね。オッケーオッケー。もう2回目怖くねえから。よしよし。え、これでさ、まだ襲われんのかな？あー、警察来た！ナイス！何？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 エンディングに、エレベーター降りると警察の方が来ていた。すぐに警察車両の中で拘束されていた人のことや、エレベーターが使えなくなったことを話した。取り調べを受けている間、黒服の男がずっとエントランスから自分を見て、危ない！少しして拘束されていた人が保護された。あの人はこの場所、あ、やっぱ管理人さんだったよね。はあ、はあ。エレベーターが止まった時、管理人さんがエレベーターを動かしてくれたことが気にかかったが、疲れていたので色々と考えることをやめた。あ、そうか。エレベーター止まって8階まで上がったもんね。あの時は管理人さんが動かしてくれたんか。
取り調べが終わって警察の方たちが帰った。自分も配達車に乗って帰ろうとしたその時、エントランスから所長が出てきた。こちらへ向かってくる。ちょうどよかった、疲れ切っていたから所長に運転してもらおうかな。なるほど、これ所長もなんか怪しいのか。むずー、どういうこと？まあ、とりあえず今回はエンディング2個を見ましたね。最初に、その黒服を着た謎の男に刺されるエンディングがあって、今のは、警察が迎えに来てくれる、まあまあ、いいエンディングなんじゃないかなと思うんですけどね。グッドエンディングなのか、バッドエンディングなのか、よくわかりません。で、こちらのゲーム、7月30日に出たばかりのゲームで、今僕がゲームをやっているのも30日で、まあその日なんですけど、もしかしたら今後またアップデートでね、変わるかもしれません。で、エンディングがあと2つあるみたいなので、とりあえずあと2つ、また、次回の動画ででも見ていこうかなと思います。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。僕でした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。